はい、どうも。サブ武器は終わりました。でですね、これからなんですけども、ボディの、前処理というか、まあ、今までね、やってきた動画の通りに、まあ、スタフ武器とか筋彫り直しとかをやっていくんですけれども、まあ、ちょっとした、一手間というか、そんな感じのやつをやります。まずですね、今回車高下げますんで、ここ干渉してしまいがちになりますので、ここを削ります。使うのはデザインナイフです。まあ、カッターナイフとかでもいいと思うんですけど、これをね、こう斜めに当てて、ちょっと嫌な音になるかもしれないですけど、今これクロサフ吹いた後なので分かりやすいと思います。こういう感じでですね、実車の爪折りと同じような感じで、こういう風に自分は爪削りって呼んでますけどね。こういう感じで薄くします。よいしょ。まあ、自分はタイヤの回転に関してこだわらないので、まあ、回ったらラッキーぐらいの感じに思ってるので、そういうのもね、ポリキャップのはまり具合とか、あと接着剤のね、流れる感じのやつとかで、こう、うまいこと回らなくなることが多いんですよね。で、まあ、回転するのは、まあ、そこをこだわる方もやっぱりいらっしゃると思うんですけども、前々から話してる通りね、回転してるやつが落っこちて、下に、それよりも大事にしてたやつが、こう、そこの上にね、落下しちゃってってことがあったりとかして、で、そういうことがあってからですね、もう自分は、回らない方がいいんじゃないのっていうふうに思ったりしてます。こういう感じでですね、4箇所削ります。タイヤのそのショルダーの部分がね、干渉しちゃって、ボディがうまくはまらないとか、そういうことをね、なるべく防ぎたいっていうのがありますけども、角に対して、こう当てて削っていくみたいな、そんな感じですね。でですね、今回なんですけども、もうこの状態で、影になるボディの内側のところとかですね、こういうところとかをマスキングテープで貼ってマスキングしてしまいます。っていうのも、例えばこう、裏側からね、こうやって覗き込んだ時に、ここにね、黒以外の色が見えてたりすると、かっこ悪いとか、そういうことを思ったりとかするんですよね。まあ本来であればそこが影になるはずなので、実写で行くと。そういうところはね、隠してしまった方がいいという判断でやってます。まあ、これから水研ぎとかいっぱいしていきますんで、どうしても中にね、こう水が入り込んでしまったりすることもあるんですけど、まあそこまでこう、びっちりびっちりやらなくても、要は、色が乗らないようにするためっていうぐらいの感覚でいいと思います。よいしょ。逆にこう見せるようなね、形状、見せた方が良さそうな形状をしている時もあるんですけど、よいしょ。こういう感じでね。で、今回このボンネットのね、穴開いてないんですけど、この FD はね、開けません。開けずに行きます。よいしょ。ここやっぱり気にされる方もどうやら多いみたいで、ツイッターの方でね、タイムラインで結構加工されてる方とか、開けてる方とかやっぱいらっしゃいますけども、自分は今回は開けずに行きます。富士見のやつはね、開いてるんで、まあ、その加工とかね、する必要はないので、助かりますけども。と、こんな感じですね。で、今回のこの FD なんですけど、よいしょ。説明書、説明書。この、サイドの
ウィンカーのところですね。まあ、ここはまあ、最悪削っちゃってもいいかなというふうに思います。まあ、位置は大体わかりますし、で、ここの出っ張ってるところを、シルバーで塗るような感じになってるんですけど、逆にそれをやるとね、いまいちになりそうなので、多分自分はここは削り落としてしまいます。で、ウィンカーの方にね、ウィンカーレンズの、部品の内側というか、裏側というか、そこを、こう、シルバーにするというか、そんな感じにしようと思ってます。で、筋彫り直しはですね、今回まあ、今ね、黒さ吹いちゃったんで透けてないんでわかんないですけど、一番最初の時にね、うわ、薄っていう話をしてましたけども、なので、これでね、こう、削り直そうとすると多分、すぐ貫通すると思うんですよ。なので、そこ以外ですね、この、ピラーから下のところですね、ここだけをちょっとやっておこうかなというふうに思います。多分それだけでもだいぶ変わるんじゃないかな。うまいこと削れないな。ちょっとぐちゃぐちゃってなっちゃいましたね。でもまあここはそんなにステサフ削りのガシガシの時に多分なくなるんじゃないかな。なくなることはないか。そんなに目立たないところまでいけるんじゃないかなっていうことを思います。本当はね、これ、ここにパーティングラインがあるんで、ここのところですね。ちょっと、掘り直しておきたいところもあるんですが、貫通しちゃうと、後が厄介なんでね。遠足かな。で、今回なんですけど、ボンネットはですね、黒く塗ります。説明書だとね、カーボン調をイメージして、こうなんか、なんだ、黒と、ゴールドだったかなを混ぜて塗るような指示がありますけど、そういうこともあってここは抜きません。はい、とこんな感じでですね、筋彫り直しをして、でまあいつも通りに、セサフ削りの工程を行いやっていこうと思います。
ご視聴いただきありがとうございました。